平野紫耀インスタから始まる社会福祉の奇跡。芸能界の新たなヒーロー、平野紫耀が、インスタグラム上での一風変わった投稿が、社会福祉に革命をもたらしています。元、キングプリンスのメンバーで、現在芸能事務所、トベに所属する平野紫耀は、2023年7月30日に自身のインスタグラムを更新しました。 この投稿が驚くべき連載反応を引き起こし、一種の一人24時間テレビ状態にまで発展しました。平野のインスタ投稿が社会に波及。平野は投稿で、皆さんいかがお過ごしですか夏、しょすぎませんか昔こんなに暑くなかったですよね。この涼しそうな僕を見て涼んでください。 体調を気をつけて、とコメントし、カフェでレモネードを飲んでいる写真を共有しました。白の T シャツにジーンズ、白のスニーカーというラフなスタイルで、自然体な平野の姿に多くのファンが興奮しました。この投稿に触発され、多くのファンがレモネードの飲み物を求め、コンビニなどでレモネードの売り上げが急増しました。 特に8月1日に発売されたファミリーマートのみんなのレモネードは平野の投稿後に爆発的な人気となりました。社会貢献の一端みんなのレモネード。実はこのみんなのレモネードは小児眼啓発を行う団体である一般社団法人みんなのレモネードの会とのコラボレーション商品でした。 この商品の売り上げの一部は小児がん患者の子供たちを支援するために寄付される仕組みです。芸能ライターはこの商品は平野の投稿によって多大な貢献を果たしています。小児がん啓発のための支援活動を行うみんなのレモネードの会にとって平野の投稿はまさに平野効果と言えるでしょうと語りました。従前ながら人助けに多大なる貢献。 この驚くべき出来事により、みんなのレモネードの会は感激のコメントを発表しました。8月2日に更新された x w ツイッターに平野耀さんのファンの皆様がみんなのレモネードを買ってくださったり、シェアしてくださったりいろんな偶然が重なって、こうやってつながりができて支援心していただくことはとても嬉しい限りです。と述べ、 ファンとの連帯を喜びました。さらに、平野自身も再びファンからの反応に感銘を受け、支援の輪を広げる方向に進みました。具体的な支援額はまだ公表されていませんが、一人で24時間テレビ並みの社会貢献を果たしている平野に対して、芸能関係者たちは感心しきりです。結論。 平野紫仕様のインスタ投稿が社会福祉に多大なる貢献をもたらし、ファンと団体の協力によって、小児がん患者の子供たちを支援するための資金が集められています。この出来事は芸能界のスターがその影響力を社会的な目的に活かす良い例であり、平野の行動は多くの人々に感銘を与えています。 一人一人の力が集まり、社会福祉活動が発展していく姿勢は、私たちにとって大きな希望となるでしょう。今後も平野仕様のような行動が、社会にポジティブな変化をもたらす一因となることを期待しましょう。